リッチモンドはアメリカ合衆国のインディアナ州東部にある都市、オハイオ州との境に位置し、ウェイン軍の軍庁所在地でもある。近くのボストン軍区には市営空港がある。スターピアノ社のガネットレコーズのスタジオがあり、初期のジャズ音楽の一編を成したことから時々、レコードジャズの発祥地とも呼ばれる。2000年国勢調査時の人口は39,124人で、 1990年代に比べ1.6%減少した。経済を従来の製造業に依存してきた多くの都市と同じく、最近は新しい経済を構築している。市外には多くの歴史的建造物が残っている。アメリカの典型的な都市賞に2度選ばれた。リッチモンドの航空写真。インディアナ州東部には、 平坦な土地が広がっているリッチモンドは、北緯39度49分49秒整形84度53分26秒、北緯39.83028度整形84.89056度、39.83028-84.89056に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、 この都市は総面積60.3平方キロメートルである。このうち60.1平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが川や湖などの水域である。総面積のうちの0.26%が水域となっている。2000年の国勢調査によると、この都市には39,124人、16,287世帯、 および9918家族が暮らしている。人口密度は650.8平方キロメートルで293.6平方キロメートルの平均的な密度に17647件の住居が立っている。人種の構成は白人86.78%、黒人8.87%、先住民0.27%、 アジア系0.80%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.09%、および根欠が2.14%で、2.03%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。この都市に住む二百八十七世帯のうち、セントは十八歳未満の子供と暮らしており、セントは、 夫婦で生活している。13.9%は未婚の女性が世帯主であり、39.1%は家族以外の住人と同居している。33.0%は特許で、全世帯の13.7%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.29人であり、家庭の場合は2.89人である。 住民は23.4%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が11.0%、25歳以上44歳以下が27.5%、45歳以上64歳以下が21.6%、及び65歳以上が16.4%となっている。平均年齢は36歳である。 女性100人に対して男性は88.7人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は84.22人いる。世帯ごとの平均収入は3210ベイドルで、家族ごとでは38,346ベイドルである。男性の3849ベイドルに対して女性は21,164ベイドルの平均的な収入がある。 一人当たりの収入は17,096米ドルである。総人口の15.7%、家族の12.1%の収入は貧困線以下である。18歳未満の子供の22.8%、及び65歳以上の10.8%は貧困線以下の生活を送っている。国政調査局が2009年に公表した文書によると、リッチモンドのある、 ウェイン軍は離婚率が19.2%と高い水準にある。そのうちキス水の住民54,810人の離婚率は19.4%で、それ以外の人々はゼロである。さらに白人は18.7%で、アフリカ系アメリカ人は11.6%。世代別では45歳から54歳にかけてが一番高く、男性で35%。 女性で33.5%となっている。15歳から19歳にかけてはゼロだった。何千年にも渡りこの地には多種多様な先住民が暮らしてきた。アメリカ独立戦争の数十年後に人々が西へ西へと進出し始めるとホワイトウォーター川の支流沿いにも開拓地が建設され始め、この地にも1806年にノースカロライナ州から クエーカーの家族がやってきた。そのため、リッチモンドには、今もフレンド派合同会議の本部やアーラムカレッジ、アーラム宗教学校などクエーカーに関する施設がある。19世紀中には、国道40号線が付設され、西へ向かう開拓者の幹線道路になった。この道は、現在、全国自動車道網の一部になっている。1928年10月28日には、 全米二重にある女性開拓者の像、マドンナ・オブ・ザ・トレイルの一つが建てられ、現在も40号線近くのグレンミラー公園の隅に置かれている。リッチモンドは、歌劇団と公共楽団が拠点を置いていた全米で最も小さいコミュニティと言われる。ホワイトウォーター歌劇団は活動を休止しているが、リッチモンド公共楽団は、現在も活動しており返いの誇りになっている。 1899年には、全米初のハイスクール学生のみの楽団が、ミルハートによって結成され、責任者のジョゼフ・イーマディは、ミシガン州に、現在のインターロッケイン芸術センターを開設した。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、ジョン・エル・ウッド・バンディ、チャールズ・コナー、ジョージ・ハーバート・ベイカー、モード・コフマン・エジメイヤー、ジョン・アルバート・シー・ホードなどの印象派の画家がつ同様に、 なり、彼らはリッチモンド派と呼ばれた。市内のリッチモンド美術館は、地元とアメリカの美術作品を多く所蔵しているが、その目玉はインディアナ州出身のウィリアム・メリット・チェイスの自画像である。こうした芸術は製造業を中心とした強固な経済基盤に支えられたものであった。19世紀後半から20世紀中央にかけては、芝刈り産の拠点が置かれたため、 芝刈り機のメッカとも呼ばれた。この地域の事業者では、デイビス、モートモーワー、ディルマグワイや、カイエヌなどが大手だった。また、農機製造のガー・スコット社は、リッチモンドを拠点にしていた。20世紀初頭には、スクールバスの先駆けである、キッドハックを開発した、馬車業者のウェイン・アグリカルチュアルワークスが近くの、ユニオンシティから移転してきた。 この他にも1930年代から40年代にかけてリッチモンドには自動車デザイナーや生産者が数社あった。1950年代にウェインワークスはウェインコーポレーションに解消され、その時にはバスとスクールバスの生産企業として知られていた。1967年には事業所を週刊高速道路75号線沿いに、同社は スクールバスの安全の技術革新のリーダーになったが、スクールバス業界の統廃合が進んだ1992年に解散された。1968年4月6日に商業地区でリッチモンド爆発と呼ばれる天然ガスの爆発、火災事故が起こり、数ブロックが焼き払われ41人が死亡、150人以上が負傷した。この事故を題材にデスイン、 レーサニーストリートという本が発売された。市はその後しばらく商業地区を通るメインストリートを封鎖し、1972年に遊歩道を完成させ、1978年には遊歩道を拡張した。車両通行が再開されたのは1997年になってからで、それも都市再生の取り組みの一環としてだった。かつてヒルズローズ社によって、 多種多様なバラが生産されていたことから、リッチモンドは、バラの街として知られている。この企業は、計14万平方メートルもの温室を所有していた。毎年夏にはこの地のバラ産業を尊び、リッチモンドバラフェスティバルが開催され、人々で賑わう。クークラックスクランが復活した1920年代、インディアナ州は、D.C. ステファンソンや、ウォルター海ボスサートなどの主導によって、 全米でも KKK 色の強い州になった。当時のエドワード・エル・ジャクソン州知事も会員だったほどである。第2次クランムウィーブメントの頃は国内で150万人の会員を要したがうち30万人がインディアナ州在住者だった。中でもウェイン軍は KKK の画像で軍の白人男性の45%が KKK 会員だった。リッチモンドでは キワニス会員の40%、医師の30%、弁護士の27%が会員で、極めつけに銀行や大手企業幹部の誰もが会員になっていた。1923年には市外でパレードが行われ、3万人が詰めかけた。ウェイン軍庁舎リッチモンドは歴史的建造物が多くあることでも知られている。2003年には コーネル大学の建築士やミカエルとマリー・ラダント・トムランがインディアナ州歴史協会からリッチモンド・インディアナ・イッツ・フィジカル・デベロップメントエステ・ヘリテッジ21920という本を出版した。建造物でも有名なものとしてシカゴのダニエル・バーナムによって設計され1902年に建てられたペンシルベニア鉄道駅やシンシナティの ジェームズ・ W ・マクローリンによって設計され1893年に建てられたウェイン軍庁舎がある。この地を地元に活躍した建築家としては、ジョン・ A ・ヘイス・コスター、ウィリアム・ S ・コーフマン、ステファン・オイエーツなどが挙げられる。現在、市外では、デポット地区などの5地区や数軒の建造物が、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪やアメリカ歴史的建造物サーベイに登録されている。リッチモンドにはアーラム大学、インディアナ大学東部校、IB テックインディアナコミュニティカレッジ、パーデュー大学科学技術校の4つの高等教育機関がある。また、クエイカーのアーラム宗教学校とブレザレン教会のベサニー人学校の2校の宗教学校がある。リッチモンド高校には リッチモンド美術館やシビックホールパーファーミング、芸術文化センター、さらに全米で5番目に大きな高校のジムであるティアマンセンターなどがある。2002年に創立され、中学部と工学部ならなるシートンカトリック高校は、最近ではリッチモンドカトリックコミュニティの聖アンドリュー教会の蕎麦2899年から1936年に、 かけて存在したセントアンドリュー高校を元にするセントアンドリュー小学校が創立された。週間高速道路70号線、149号線、151号線、153号線、156号線が市街を通る。ガネット社がパラディウムイコールアイテムという日刊誌を発刊している。本格的なラジオ局として WKBV、WFMG、 WQLK-1、WKRT、1, T, それにアーラムカレッジの学生が運営するウェッジなどが挙げられる。また、オハイオ州に本社を置くラジオ局の WCDR とワジスの中継局がある。この一帯のナショナルパブリックラジオ系列のラジオ局にはヘイジャーズタウンの WBSH やオックスフォードのワマブなどがある。テレビでは オハイオ州デートンのマーケットの一部とみなされており、街に本社を置くテレビ局はトリニティブロードキャスティングネットワーク系列のワッコイ一社のみである。また、軍全域をカバーするホワイトウォーターコミュニティテレビジョンというケーブルテレビがある。現在、リッチモンドにはエジプトのミイラが3体あり、うち1体はウェイン軍歴史博物館に、2体は アーラムカレッジのジョゼフムーは博物館に所蔵されている。ありがとうございます。